パークです。残念ながらライティングオンストーン、ペインティング見れません。トレイルがクローズなので、今日はこのフードゥーズを見て回って、そのままミルクリバーまで戻ろうかと思います。またこのフードゥーズもなんかダイナソーとちょっと違って、ドラムヘラーとかとちょっと違って面白い形してます。この中をずっと歩けるわけですね。花も咲いてます。ここが全部谷になってて、川も流れてて、その横にキャンピンググラウンドがあって、まあドラムヘラーと結構似てます。ここ歩きたい放題らしいです。どこでもいいって。面白いね、フードゥーズ。